ーベキューグミが、散乱しているわけですね。コンロがありますね。ここで炭を捨てたのかな。チューハイかな。あ、チューハイじゃなくて、麦焼酎。わあ、4月18日。多分ね、この先週の土日ぐらいに、ゴミ捨てたのかなっていう。あちらがね、ずっと奥が渋川海水浴場です。で、ここね、今日来たんですけど、よし、こちらです。バーベキューゴミが、散乱しているわけですね。ドンキホーテの買い物かの中に、入ってて、なんかあんまし見たくないものがいっぱい入ってますけど、で、ここにね、椅子とか、コンロがありますね。ここで炭を捨てたのかな。割れたお酒のチューハイかな。あ、チューハイじゃなくて、麦焼酎、あります。で、缶とかね、向こうあって、なんか昔こんなあったかなっていう。で、ちょっと今日たまたまなんで、ゴミ袋もね、数に限りがあって、賞味期限で、8月15日ということで、で、この中もね、うわー、4月18日、多分ね、この先週の土日ぐらいに、ゴミ捨てたのかなっていう、感じかなと思います。ちょっとね、できる範囲でね、掃除しようかなと思います。ちょっとね、買い物かごとか、ああいうのは掃除できないんで、はい。いやーな。これコンロも抜いてますけども。お箸とか、いろいろあります。で、タオル、おしぼりね。おしぼりとか花火が、まあ、夜までね、やってたのかなっていう、感じです。これはひどいですね。
遅れてますね。胡椒もそのまんまです。氷でしょうかね。消えてたか。短時間でね、だいぶ集まりました。でもね、なんかこの中にね、ファンが放り投げられてる。焼肉のタレ、まあね、これ短時間ですぐね集まる感じなんで、本当にちゃんとすればね、すぐ片付く、ちゃんとね持って帰れる内容かなって思うんですよ。よし、あ、これ火のやつですね。あ、風送りの。傘用意してるからな。念入りだったんだよね。取れない。あ、まだその花火が残った。そうです。はい、なんかゴミ絶対捨てるなんて書いてあるんですけども、ゴミが、捨ててある状態でございます。本当に綺麗な海なんですけど、こうやって残ってると。短時間でね、これだけのゴミが、散乱してます。まあちょっとね、こういうところとか掃除したいんですけどね、ちょっと今のゴミ袋1枚では、無理かなと思います。こういうところってね、やっぱりね、涼しいんでね、子供さんとかもしかしたら裸足でね入ったりする、場合があると思うんですよね。こういうガラスね、間違えてというかね、知らずにね踏んだ時が、想像したくない状態に陥るのかなと思いますね。でもひどいですね。これも多分雨が降って、おそらくここで、雨宿りしながらっていう感じでやったのと、まあ、雨降って、まあ、灰がね、ここにわーっとなって持ってかれるのめんどくさいからこのままにしたっていう。もうすぐかもね。まだね、未使用の花火があります。花火ね、未使用結構ね見たんですけど、黒入ったなとか。まあでもその発火する可能性もありますので、ね、でもちょっとね、ゴミ袋入れて持ち帰るのちょっと怖いんで。
あ、めちゃめちゃ今日は偉いな。はい、だいぶね見栄えが良くなりました。なんかちょっとライフセーバーじゃないですけど、なんか管理員みたいな感じで、一瞬ね、あの海にいる人ビビってましたけど、まあ、これぐらいがいいかなと思います。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。